ぱり友達とかにも聞いてもそうなんですけど、男の子がいると学校に行くのに気合が入るって言ってて、メイクしたりとか髪ちゃんとしたりとかやっぱりあるみたいなんですけど、自分も多分共学行ってたらそうなんですけど、手紙書きますいっぱい。はい、勉強してるとは言っても授業中やっぱ書いてます、はい、いやもう思いっきりルーズリーフとかに書くんですよ。それでいかにも授業のノートを見せてるように回すんです。下手に折ったりするとバレるから紙のまんま渡して、すごいこと。いや普通に昨日こんなことがあったよとかそんな感じです。あ、してますいじめたりはしないけどからかったりとかします。はい、若い先生、市場のこと聞くんです。はい、彼女いるんですかとか言って聞いてそう、でも意外とそういう先生なんか言ってるうちに乗ってきちゃうんですよ。喋り出しちゃったりして授業潰してます。して、excuse me、ランパー言うてない。ランパー言うてない。わからない。どうしよう。次当たります。Thank you。わからない。どうしよう。発音が悪くて通じないのかな。見つかりました。見つけましたよ。はい、布屋さんです。やっと見つけた布屋さん。はい、赤い柄物、赤い柄、あれかな、これ、ください。200バーツのことです。ペンが ペンパイ195、ロッハーバーツ、いくらだ、150、ないだい、150はダメ、150はダメだって言われました。ロイチェシップ、ないだい、200、
200は高い。それはパンが。パンパイ。うん。じゃあ180でお願いしてみます。180。ไม่ได้ก็เมื่อกี้บอก195เอาแล้วตกลงเอาแล้วอ่ะ。นั่นจ้ะ。นั่นจ้ะ。ไม่ได้180180あれなんかダメだったのかな交渉が購入しました。はい、お店の人です。どうもありがとうございました。じゃあそれをください。タイでの初めてのお買い物、ちょっと緊張しました。たくさんの人がいるんで、どんなにいるかというと、こんなにたくさんの人が見てます。はい、緊張しました。はい。よいしょ。お釣りをもらわなくちゃ。お釣りを忘れられてしまいました。Thank you。やったー、買いました。では次は鳥かご。お、滑っちゃった。鳥かごを買いに行かなくちゃいけないんですけれど、ちょっと荷物が多くて、鳥かご屋さんはどこでしょうか。舞台やるようになったせっかくになった感じしないそれ思います全然汗かかなかった一回汗がよく出るようになると出やすくなるあちゃー地獄地獄の人生を味わうことになるでしょう今後あちゃー気が良くなっちゃう背中とかすごいもうドロドロ出っ放しだから背中すごいですよ汗びちょびちょI'm sorry.
が立派だ。こんにちは。1日目が終わりました。今日はスチール撮りとビデオ撮りをしたんですけど、すごく南国の雰囲気、リゾートって感じで、面白かったです。ちょうどお仕事始めて1年くらいなんですけど、すごく充実した1年でした。女優さんを目指してたので、ミュージカルに出てるっていうのはすごく嬉しいことでした。歌も大好きで、お芝居も大好きなのですごく嬉しかったんですけど、ダンスがちょっとできなくて、困ってしまってたんですけど、夏は。でもこの間の春公演の方はすごくみんなにダンスが上達したねって言われて、お芝居もすごく上手くなってきたって言われたので嬉しかったです。ではでは、いつも旅行に行くときに欠かさないものを紹介します。じゃん、これはウォークマンです。ウォークマンはいつもすごく音楽聴くのが大好きなんで、あと暇つぶしに聴いてます。何を聴いてるかというとですね、実はセーラームーン、自分のCD です。自分の CD をテープに取って持ってきてます、今回も。あといつも手帳をいつも持って、なんか暇な時はいろいろ書いたりしてます。あとたまに詩を書いたりするんで、パッて思いついた時に、あ、なんとかなんとかとか言って、このメモのところに書いたりとかして、結構使ってます。これはフミナの今持ってきているカバンはこんなリュックなんですけど、これは外国とかの行くときに便利なんです。なぜかというと、背中にチャックがついてるんです。ここにパスポートとか大事なものを入れて背負っとけば、すられたりしないからとても便利です。ちょっと電話が来てしまいました。もしもし。何か、そのさっき言っていたか。はい。わっちゅね。ふみな。Sorry。はい。間違い電話でした。あ、間違い電話かかってきてしまいました。これはふみなの私服です。私服を見せます。 T シャツに短パンです。これはおととい買いました。おとといというのは実はセーラームーンの千秋楽で打ち上げとかをやった日なんですけれど、その時ちょっと時間が、打ち上げまでの間に時間があったんで、この大好きなピンクの短パンを買いました。すごく気に入ってます。これは、この T シャツは友達からもらったんですけど、ロキシーの可愛い T シャツです。ここはフミナのお部屋なんですけれど、こっちで昨日も寝ました。こんな感じで、なんかこういうプライベートな感じをお話とかするのは初めてで、とても嬉しいです。もう食事の時間なので、ではこれからみんなで食事に行ってきます。では行ってきます。なんかリゾートって感じ。鏡代わり。髪の毛かけてた。
よし、オッケー。そうですね。胸もそれ筋肉なの？胸は胸って筋肉じゃないの？脂肪です。久しぶりに泳いだ。熱いせーの。失敗した。はい、もう一回行きます。せーの、できた。落としちゃった。逆は逆縮めるの。逆、あ、縮めるのか。で、ここから。失敗。失敗は去年の夏に舞台ミュージカルやったんですけど、その中でブーツが終わりの方でブーツが壊れちゃって恥ずかしかった。ブーツがもう完全に壊れちゃって、チャックがビローンって、ここがこういうブーツなんですけど、ここのチャックが壊れちゃってビローンってペンギンみたいなちゃって、はい、片方だけ。しかもでもちょうどあのソロのある曲だったので、テープを、歌のテープ使ってたんですけど、生で歌ってるっぽくしようと思って意地でもずっと最後までいました、そこに。いや、お客さんは頑張れって感じでした。はい、なんて言うんだっけ、マイブーツワズブレイク、ラストサマー。完璧っぽくない？なんかちょっと合ってるっぽい。インステージで、ステージで去年の夏私のブーツは壊れました。英語です。感動屋さんです。とてもとてもすぐ泣きますよ。もう今回の舞台もお母さんがテーマで感動のお話だったんですけど、毎回毎回泣いてました。自分で出て泣くんです。一番最初に台本上がってきて読んだ時に鳥肌が立ったんですよ。これはいいんじゃないかなとか思ってやったら案の定良かった。なんだろう、今回のやつがかぐや島伝説っていうんですけど、かぐや島伝説イズベリーワンダフルストーリー、とても素晴らしい話です。もうダメです、いっぱいいっぱいです、もういっぱいいっぱいです、ごめんなさい。We'll be right back.
引退引退完成かな完成かなよし来たよし来たイエーイイエーイできた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 顔映ってんの顔映ってんのかなのかなそれでは鳥かご屋さんに行って鳥かごを買わなければいけないんですけれども今はこんな風な道です。どこに行ったらいいですかね。鳥かご屋さんはどこですか。ダンコンのビューティーナーに行きます。ランコンのキューティナコウくんか向こうにあるそうです。向こうっていうのはどんくらい向こうなんですかね。なんだか寝てる人がいますよ。ちょっと寄り道バイバイなんちょっとコミュニケーションなんか取ってしまいました。鳥かご聞いてみましょうか。ランコンのキューティナー、わかるかな。ランコンのキューティナー、わからないそうです。ランコンのキューティナー、ランコンの Thank you。わからないって言われてしまいました。もっと向こうですかね。はい、もっと向こうみたい。どこまで行けばいいんでしょうか。あそこかな。一応聞いてみましょう。よいしょ、あ、それちょっとランコンのキューティナー、あれな、ランコンのキューティナー、ランコンの、コウくんかもっと向こうだそうです。ここは違いますね。ここは洋服屋さんですね。あ、ひょっとしてここじゃないですか。あれ違うかな。ここはお魚がいっぱい売ってます。多分ここに鳥かごが売ってるんですけど、聞いてみましょう。ランコンのキューティナ、ユティジーさん、じゃあここで鳥かごを買います。コーデュコンのダイマン、かわいい鳥かごがありました。かわいいですね。タウライタウライバーカン、ハロイっていうのは500バーツです。ちょっと高いので半額でちょっと交渉していきたいと思います。ソンロイハシップ、未来はどうしロイハシップ、ダメということでしょうか。ソンロイハシップ、ダメ。じゃあタオライシロイハシップ、シロイハシップ、ペンがめペンめペン、多分水路ハシップっていうのは450バーツのことなんですけれども、じゃもうちょっと安い350バーツで頼んでみたいと思います。サンロイハシップ、ダイダイサンロイハシップ、オッケーオッケー、やった、ありがとう、お店の人です、イエーイ。ありがとうはコウくんか。じゃあこれをください。ここにお金があります。少しこれはいくらでしょうか。これで見えるかな。これでちょうど350バーツありました。ではこれでお願いします。コウくんか、優しいお姉さんでしたはい、鳥かごやっと買いました。こんな鳥かごです。かわいいですね、丸っこくて。鳥かごも買ったんですけど暑くて止まりません。よし、戻るぞ。しかしあのぼーっとした表情はうまいね。あいつボーっとしてるから
演技演技です。なのか演技です。演技です。ですとか言っちゃった。演技ですよ。素じゃない。ないです。素はバキしてます。みんな笑ってる。みんな笑ってる。そうなんだ。今日も頑張る時間じゃない。はい。じゃあやってきます。はい、行こう。はい、早くこの虫の巣窟を。虫のちょっとさっきそれいいって言ったの、実はちょっと虫が来てたから払っただけだった。いやでも自分のこと好きです。はい、好きです。別に自信があるとかそういうんじゃなくて好きです。この子を友達にしたいです。どっちがいいんだろう。自分からでも言いに行った方が長続きしそうじゃないですか。責任がある気がして。でもなんか人に言われちゃうと、なんだろう、なんか冷めちゃうような気がするから自分で言った方が多分いいです。あ、バレンタインデーは前に一回チョコを溶かすチョコ、溶かすだけのチョコがあって、お湯で温めて型に入れてなんかこうやって絵とか描いたことはあります。できました、うまくあげました、好きな子に もらってもらいました。もらってもらえて美味しかったって言われました。ちょっと自分でも食べました。ちょっとちょうだいとか言って食べちゃって。甘いのも好きだし辛いのも好きだし酸っぱいのも好き、意外と何でも好きです。焼肉です。はあ、体力がつくんじゃないですか。いっぱい食べて元気になって、焼肉でもレバ刺しとかそっち系、ユッケとかそれ系が好きです。ちょっと変なもの好き。匂い
だったり臭かったり、もうここはいい匂い。練習はしないけど、どっちの方がいいかなとか、左右見る、こうやって半分で分けて、どうなんだろう、自分で見ると結構違く見える、うん、どうなんだろう。できた。寄り目になってますか。寄り目、寄り目、どこにレンズがあるのか分かんない。これがレンズか。これを見たまま、できてるかな。あれ、これオープニングで使っていい。いや、これはちょっと。これはちょっと違う、自分なし映すことない。ちゃんと顔が、はい。
サンタクロースいます。サンタクロースはいるんです。本当に根拠は見たんです。違いますよ。本当見たんです。うちに来たんです。一輪車を持って来たんですよ本当に。小学校の1年生か2年生クリスマスプレゼントに一輪車が欲しいって言って届けてくれたんですけど、12月の22とかちょっとクリスマス前だったんですけど、やりましたよ。違う、本当に昼間なんですけど、ピンポンって誰か来て、でちょうど出なかったんですよ。うちのお母さんが出て、それで誰かと喋ってるような感じがしたか、ちょっと長かったから玄関にいる時間が、なんだろうと思って行ったら、ドアの閉まる寸前にサンタクロースがいたんです。いや、なんかもう空気が違った。はい、バーってもやがかかってる。クスクス笑い声が聞こえる。本当にいたんです。これはもう絶対誰かこれを見て知ってる人の一人ぐらいは信じてくれてる人がいる。いやいや、ケッとか言って言われてないです。みんなじゃあいるんだって思ってくれてるはずです。緊張した。なんか変な汗かいちゃった。